シアラ。シアラ・プリンセス・ハリス。シエラ・プリンセス・ハリス。1八十五年十月二十五日隊。は、アメリカ合衆国の女性歌手、ダンサー、ファッションモデル、女優である。テキサス州オースティンで生まれた。身長百七十七センチメートル。二千四年夏にアルバム、グッティーズでデビューした。アルバムは二千四年九月二十八日に、アメリカ。 2005年1月24日にイギリスでリリースされた。アルバムはビルボードホット100上で首位を獲得、世界中で500万枚以上を売り上げた。2枚目のアルバムシアラ・エボリューションは2006年12月にリリースされた。アルバムはリリースからわずか5週間後にアメリカを含む世界中でプラチナ認定を受けた。3枚目のスタジオアルバム ファンタジーライドは2009年5月5日にアメリカでリリースされた。アルバムからの最初のシングル、ネバエバは2009年1月にリリースされたものでラッパー、ヤングジージーをフィーチャーしており、R&B、ヒップ、ホップチャーツトップ10入りした。2枚目のシングル、ラブ、セックスマジックでは、ジャスティン・ティンバー・レイクをフィーチャーしており、同年3月にリリースされた。同作は、 ビルボードホット100を含む複数のチャートでヒットを記録している。テキサス州オースティンで父カールトン・クレイ・ハリスと母・ジャッキーの間に長女として生まれる。兄弟はおらず一人っ子である。父親がアメリカ陸軍に勤務していた関係からドイツ、ニューヨーク、カリフォルニア州、アリゾナ州、ネバダ州で育った。しばしばマイケル・ジャクソンを 最大のインスピレーションとして挙げているが、デスティニーズ・チャイルドをテレビ番組で見て歌手になる決意を10代前半に固め、トレーニングを開始する。高校時は高校のチアリーダーもやっていた。それから、ハーセのガールズグループに加わり、作詞、作曲にイソジムが独立する。2003年にリバデール高校を卒業する頃に音楽プロデューサーのジャジー・フェイに出会い、 音楽の才能がある魂と評され、ラフェースレコードと契約する。ジャジーの助けを借りて、デビューアルバムの制作を開始した。アルバム、グッディーズはアメリカにおいて商業的に成功し、236万枚を売り上げた。次の年にアルバムは国際的なリリースをしたが、商業的には大きな成功をしなかった。シアラのデビューシングル、 グッティーズはアメリカとイギリスのチャートで1位を獲得した。そしてミッシー・エリオットをフィーチャーした2枚目のシングルワン・ツー・ステップ・デュダクリスをフィーチャーした3枚目のシングルオーも両国のトップ5入りした。4枚目のシングルアンド・アイは他の3枚のシングルと比較して十分なヒットにならなかった。2005年夏にグッティーズと表題をつけたミュージックビデオ ドキュメンタリーと解説を加えた DVD を発表した。彼女はグラミー賞候補をワンツーステップで新人歌手賞ルーズコントロールで最優秀ショート音楽ビデオで受けた。2006年2月8日に行われたグラミー賞受賞式で最優秀ショート音楽ビデオを受賞。2006年4月シアラはフィールドモップ S のビルボードホット100トップ10シングルフォワで フィーチャーされた。2006年10月17日発売のディディ、ショーン・コムズのニューアルバム、プレスプレイプレスプレイの中のオーナームーブで、ビッグボイト、スカーと共に呼ばれた。2005年に、ラッパーのバウアウト交際を開始、2006年4月に破局した。2016年に、NFL シアトルシーホークスの QB ラッセル・ウィルソンと結婚した。彼女は、モデル事務所、 ビルヘルミナモデルズと契約した。2005年5月、MTV の映画で俳優デビューした。2008年9月に、マライア・キャリー、ビヨンセ、メアリー・ジェイ・ブライジ、リアーナ、ファー・ギー、シェリル・クロー、マイリー、サイラス、メリッサ・エスリッジ、アシャンティ、ナターシャ・ベンディング・フィールド、キーシャ、コール、レオナ・ルイス、リアン・ライムス、キャリー・アンダーウッドと共にスタンドアップツー・キャンサー。 ガン患者を支援する組の研究や資金を援助するチャリティーソングジャストスタンドアップを発表。プロデュースは LA リードとベイビーフェイス。15人の歌手は9月5日にライブを行い、その様子は ABC、NBC と CBS で同時にスペシャルとして放送された。シングルは現在デジタルダウンロードで利用できる。2008年11月にシアラは ワンツーステップの振り付けを学びたかった精神的に問題のある女の子の願いを叶える手伝いをした。国内版発売日楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。